尾崎が現在中段の位置となっています。今年尾崎は初戦の四日市から連続完全優勝、二場所前の別府は準優勝でした。昨年のガールズファイナリストです。尾崎、その人気に応えられましょうか。5番の高橋千佳が尾崎につけるような格好になっています。昨年7月デビューのガールズ6回生、当地は初参戦の高橋。さあ、出しを迎えました。あとは3番山本玲奈から最高峰に7番の大谷。大谷がまず動きを見せるのか。尾崎にはまだ動きはなく、さあこの辺り尾崎の番手がちょっと混雑しそうな気配。1番の林真奈美は風を切るか。さあ先行勝負に持っていった1番の林が風を切ります。そして6番の尾崎は変わらずに4番手という位置になっている。さあ6番の尾崎4番手、ここからまくっていく。これに乗っていって逆転を狙うのは5番の高橋千佳。さあ先頭は1番の林真奈美、じわじわとその距離を詰めていって、さあ力を見せつける6番の尾崎睦美、ここは完全に抜け出した。あとは1番の林真奈美が粘って人気サイドでの決着。